杉並区は今日区内全域で使える電子マネーの導入を話し合う電子地域通貨推進委員会の初めての会合を開きました。区によりますと自治体単位で電子マネーを導入するのは日本で初めてだということです。財布が薄く軽くまたしかし中身が濃くという夢の時代が到来することを期待したいと。これは。 産学官が連携して電子マネーで地域の活性化を図ろうというもので初会合には区長や民間電子マネーの担当者大学の理事長などが参加しました杉並区によりますと現在、紙で発行している区内共通商品券や区民への助成金それに高齢者が地域活動に参加するともらえる長寿応援ポイントを電子マネーとして使えるようにするということです。 また将来的には災害時に避難した人の確認に使うなど行政サービスへの利用や民間電子マネーとの連携も検討するとしています。 区内全域でご利用いただける地域通貨を電子マネーという形で発行させていただくさらにその電子マネーの汎用性を生かしてさまざまな行政サービスを載せていくこのインフラを使った統一した形でのサービスの提供をさせていただくことで行財政の改革にも寄与していいきたいと杉並区は来年の秋をめどにカードを発行し5年以内に区内の3000カ所以上で使えるようにしたいとしています。